では皆さん、アレンヤ・クラウスです。今回は、プログラミングチャレンジ第2週、第2ビデオ、パート2、データ構造についての、講義を続けます。今回が、ライブラリ、それぞれの言語のライブラリで使える、データ構造を簡単に紹介します。では、まず、アレイについてを少し話します。アレイって、みんな何回も使ってると思うんですけど、マスターしてますか？実はアレイが、C の中で一番簡単なデータ構造なんですけど、一番簡単からこそ、一番使われている、プログラミングチャレンジに一番使われているデータ構造ですので、アレイの使い方についてはもうちょっと、簡単に復習しましょう。なんでアレイがそんなにたくさん使われているかというと、まず、アレイがポインターがないですので、簡単に実装して、簡単に、マニピュレートすることができます。アレイのランダムアクセス、つまり、V の i を使うと、結構早い。ですので、その大きなデータ構造でも、どのアイテムでも早くアクセスができます。あと、ポインターを、どうしてもポインターを使いたいときだと、アレイの中でもポインターを使います。ですね。すべてのデータが一つのアレイに入れて、で、そのポインターが、ポイン、そのデータへのポインターは、もう一つのインデックスアレイで使うことができます。それは、前のビデオのソージャーズのプログラムのように、右の隣さんと左の隣さんのアレイが、そのポインタの機能をシミュレートしているアレイの使い方です。それはよく、こういうふうな使い方をすると、あとその、なんていう、ヌールポインタの問題がなくなります。あとは、C とか Java の、ちょっと Python もそうなんですけど、ネイティブなライブリが、アレイをマニピュレートするためにのいくつかの関数が入っています。ただし、アレイの欠点、大きな欠点が一つがあります。アレイの中にたくさんのデータ入れると、それは高いんです。例えば、サイズ10のアレイで、10、20、30、40、50、60、100、までのデータ入ってると、その中に50から60の間に51、52、53を入れたいとしたら、それはどうするかですね。その60の後のデータを全部ずらして、その中に1、2、3、4、そのインサートのは、アレイには、コストがかかります。ですね。ですので、そのデータの途中に、データの真ん中にいくつか、インプットが必要なときに、データ構造の少し考えないといけないですね。みんな知ってると思うんですけど、C++ でアレイの、アレイはアレイよりベクターを使うのはいくつかがインプットができます。ですね。初期化としては、C++ の、イントアレイで、こういうふうな初期化ができます。ちなみに、これは、知ってるかと思うんですけど、例えば、アレイのサイズが5っていうと、777で初期化するときに、その残りのサイズ、3つだけで入れましたけど、アレイのサイズが5、その残りはどうなりますかね。C++ は自動的にここは00入れますので、それは C と違うところですね。あと、ベクタルの初期化もすることができます。ベクタルイント、インタジャのベクタルでサイズが5となりますと、5でたくさん入れて、その555となります。アレイとベクタルが違うデータ構造なんですけど、両方を同時に足すことができます。ただし、このアレイがサイズ5って入ってましたので、あと、アレイに6ですね、インデックス6を入れてしまうと、あと、ランタイムエラーが。ベクタルは、いくつか便利なんですけど、ベクタルはダイナミックアレイとなります。動的なアレイとなりますので、例えば V7 をアクセスしてみると、その新しいデータを作りますので、それを気をつけないといけないですね。これは0、
あとサイズが5ハーツだったんですけど、7をアクセスしたら出てきますので、それを気をつけましょう。ですね。あと、ベクタルは動的にサイズが大きくすることができますですね。例えば、まずは、ベクトルはたくさん5、5、5入れましたが、プッシュバックとプッシュフロントの関数で、ベクタルの後ろと前にデータを大きくすることができます。なお、特にイントアレイとベクタルにもともとあるはずがない、インデックスを、そのインデックスを使ってしまうと、ランタイムエラー、あるいはその静かなエラーもっと心配するんですね。なんかそのサイズ1000のアレイを作って、で問題の中にサイズ10までしか必要なかったんですけど、11をアクセスすると、ランタイムエラーじゃなくて、その0をアクセスして、なんか理由がわからないようなエラーが出ますので、それを気をつけましょう。ちなみに、ベクタルとアレイがいくつかの初期化方法がありますよね。なんかこれみたいに、このアレイコンスタントで初期化するか、それともベクタルのコンストラクターで初期化するんですけど、どれが早いですかね。これちょっと面白いテストなんですけど、1万のアレイの中に、データを入れたい、ね。普通はベクタルインチ1万で7をたくさん入れることですね。まあ、これを、この1万の中に7をたくさん入れたいとすると、どの方法が早いですかですね。C++ ですと、なんかこの4つの入れ方があるんですけど、それを比較しました。例えば、メームセットですね。メームセットが C でもある関数なんですけど、その V のデータセットの中で0を1万を入れます。または、フィル関数で V のビギンから V のエンドまでに0を入れます。または、for ループですね。for ループで1つずつを入れます。で、あとは assign っていう関数ですね。assign が全てを0入れます。なんか、自分でこれを見ると、メモセットが一番早いだと印象が残ってて、for 分が一番遅いと考えますが、まあ実際に試してみると、いろいろな面白いことが発見しますね。まず、コンパイルするときに、O0 と O3、つまりコンパイルベースの最適化に大きな変更があります。ここがなんかメモリ、なんかプログラムのメモリサイズの大きな変更もありますし、あと時間の変更もある。メムセットだと O0 と O3 が同じ。で、これを見れてる通りに MM セットが一番早いですね。だから何回何回もアレイの初期化をする必要があるときに、他の方法と比べてメムセットが10倍ほどぐらい早くなります。ただし、フィールとフォア分が O3 の場合だとメムセットと同じ速さだ。これはなぜかというと、なんかそのフィールがフィールの中にフォア分を入ってますし、で、フォア分も、なんかそのフォア分が、O3 で、こういうふうな、まあ、これは最適化できるよね、とかで、コンパイラが、まあ、気づきますので、その時間が変化。ただし、オンラインジャッジの場合だと、多分 O3 がコンパイルに使ってないと思いますので、まあ、そのコンパイルジャあと、オンラインジャッジのコンパイルフラグを気をつけてください。ですね。O3 を使ってないと、なんかそのフォア分が10秒がかかりますので、あと気をつけましょう。アサインがちょっと面白いですね。アサインが、O0 の場合だと、フォアループとフィルより早いですが、O3 の場合だと、まあ、時間が遅いですね。なぜかというと、アサインがいくつか、他のなんかフォアをやってるだけではなくて、そのタイプチェックとかいろいろなやってますので、そのオーバーハードが時間がかかります。ですね。じゃ次を見てみると、じゃあ、そのアレイが何ができるのか、ちょっとこの課題の例を見てください。Vito Family UVA の10041。Vito Family 簡単に言うと、Vito がお引越しして、なんか一番家族に近い住所に引っ越ししたい。で、インプットはその家族の住所です。10、20、10、10、40、80、30、90、80。
で、ヴィクトラはこの全ての家族に一番近いところで住みたい。例えば、10で住むと、10からの距離が0、20からの距離が10、10からの距離が0、0、30、70。これが275の距離となります。40で住むと、まあ、こういうふうな足し算で距離が26号。で、20で住むと、距離の足し算が、22号となりますので、まあ、このインプットの場合だと、答えが20となります。では、この問題はどういうふうに解くことができますか？ちょっと考えてみてください。では、続きましょう。まあ、実は、この問題の回答が、ただの住所の中央値です。ですね。それを少し考えると、あと分かります。ある数字を、の中央値を取ると、すべての数字を中央値から引くと、なんかその差の足し算が少なくなります。では、アルゴリズムが、中央値を計算することです。中央値を計算するためには、まずアレイをソートして、住所をソートして、で、そのアレイのど真ん中の名を選択します。簡単にプログラムを書くと、まあ、A の住所、まあ、N をインプットして、で、すべてを入れて、で、すべて入れた後に C++ のソートを使います。あとから、まあ、C++ のソートが、ベクタルの最初のアドレスと最後のアドレスが必要です。で、これはソートした後に、このアドの真ん中をアウトプットします。まあ、この5行だけで Vite Family のプログラムが解くことができました。つまり、アレイの一番よく使われる関数がそのソーティングです。まあ、前の問題も見てた通りに、ソーティングを使うと中央値も計算ができますし、まあ、いくつかの問題が、ソーティングで、解くことができるし、あとは、なんかいくつかの問題では、ソートはとても重要な前処理の一ステップとなります。まあ、例えば、その N 値の中に、M の最大、例えば10値の中で、最大の2値を見つけたい。これは中央値のように、その10の値をソートして、1番目と2番目を取ると、1番目高いと2番目高いを見つけました。あと、微分探索。微分探索もわかると思いますが、まずはデータをすべてソートして、データをすべてソートした後に、オーアフログNで微分探索することができます。ですね。まあ、前も言った通りですけど、なんか他のアルゴリズムの場合でも、まずは、そのアルゴリズムの第一ステップはデータをソートすることです。では、どうやってソートしますかですね。まあ、ちょっとソートと微分探索のコードを見ましょう。ここは、なんか、ベクタル V の中で数字を選択、探索したい。ですね。では、まず N で全てをインプットして、その T の値を V にプッシュバックする。ですね。で、次は、まあ、前のコードと同様に、V をソートします。で、微分探索をすると、まあ、その、一番、なんかそのインデックスの一番低いが、lower bound という関数がその微分探索の関数です。で、v begin と v end で、で、探索している値を探索します。この low が、その v の中で、一番最初に such の値を見つけたインデックスです。で、up がその逆ですね。v の中で、一番最後に見つけた such のインデックスとなります。ですので、出力が、その、vbegin のローと vbegin のアップとなります。で、よく、例えば、よくある場合だと、なんか、二つの数字だけを比較してソートするではなく、いくつかの値でソートすることですね。例えば、なんかその、今週の問題、なんか、ウィーク2の問題です、の中で、その、ソーカーチームの、誰が優勝したのかを計算しなきゃいけない。優勝かを計算するときには、まず
ゲームポイント。で、ゲームポイントが引き分けした場合だと、ゴールの数。ゴールの数でも、対応した場合だと、チームの名前の順ですね。っていう、ソートしないといけないですので、その時だと、まあ、ストラクトとかを作って、で、そのストラクトが、そのソーティング関数を作って、で、C++ のソートで V begin V end。この関数だけ、これを入れると、ソートすることができます。ですね。ちなみに、ソートと同様に、リバースという関数もできます。そのリバースが R アレイの、逆にすることですね。いくつか上がりますので、ぜひ、STL を勉強してみてください。で、STL を勉強してみてくださいといえば、STL でどのような便利な関数があるのか少し復習しましょう。C++ の中で、STL がいくつかの便利なデータ構造を、実装することがあります。まあ、私たちは今まではシーンとシーアウトとか、ソートとか、ベクトルも使いましたが、その他にも簡単に見ましょう。で、STL から、使うと、バグが少なくなって、プログラムが簡単になります。例えば、前のソートが自分でクイックソートとかバブルソート、メジュソートが、まあ、自分で実装することができるんですが、自分で実装すると、まあ、バグを入れてしまうこともあるし、時間もかかりますので、まあ、STL のソートを使いましょう。ですね。では、このセクションで、その一文のデータストラクチャーとかを見てみましょう。で、ここでは、どういう、なんかそのデータ構造の理論ではなく、まあ、使い方についてを集中したい。まあ、でも理論について興味がある方は、このサイトをぜひ見てください。Visual Aug。これはこのサイトです。Visual Aug というサイトが CP2 の本を作った人の同じサイトで、これが、いくつかのデータ構造とか、あとアルゴリズムの説明で、まあ、こういうふうなビジュアリゼーションが入っている説明があります。例えば、バイナリーサーチトゥイですね。これをクリックすると、まあ、こういうふうなバイナリーサーチトゥイで、クリエーションのサンプルを見ることができます。ですね。クリエイトして、で、例えば、なんかこの中で、値7を調べましょう。そうすると、なんか、アルゴリズムをどういうふうに比較を11を探して見つけなかったので、回答が0と。この下、右下で、そのレンジが出てきます。で、インサートを、1と77をインサートしたい。で、1をインサートすると、1をインサートしました。次、77をインサートすると、ここに77をインサートしました。ですね。で、この中で、まあ、またインサートして、次は77じゃなくて、じゃあ78。ちょっとインバランスしましょう、このキー。78を入れると、これを見てる通りにアニメーションがあって、で、アニメーションを見ながら、ここで、なんか、このコード何をやってるのかを見ることができます。で、サーチが、77を検索しましょう。ですね。探すことができます。で、トラベサルを。ですので、ぜひ、アルゴリスム、それぞれのデータ構造についてもう少し知りたい場合ですと、このサイトを見てみてください。それぞれの授業の中でソースも入ってますので、ABL クリとか、バイナリーサーチトゥイとか、カンバーサルとか説明とかがありますので、ぜひ、見てください。この授業はまたこのサイトを後で使います。では、続きましょう。まあ、ベクタルを、今までベクトルを見ましたんですけど、
ベクトルのもう少し専門的な、データ構造がありますので、それを必要な時には使いましょう。それは何かというと、どこでデータを入れるのか、前で出ているのか、後で出ているのか。スタックもみんな聞いたことがあると思うんですけど、インサートとポップとパッシュがベクトルの前から入れます。Q が、ポップが後ろから出てきます。パッシュが前から入れます。で、Q が、両方ができますね。ポップフロントとパッシュフロント。ポップバックとポンプ、ポップバック。この、こういうふうなデータ構造があると、それは STL が自動的にリストを使ったりとか、ベクタルを使ったり、行列を使ったり、データによっては、なんかその適切なデータ構造を使っています。どんな時に Q と Stack を使うかというと、例えば、よくあるのは、なんかその、バランスをテストする。パレンテスを書くときに、例えば、この、エクスプレッションを書くときに、パレンテスの加工のバランスを計算するときに、スタックをよく使いますですね。例えばこれをバランスしてるかとかというと、このエクスプレッションが、バランスしてるかどうか、どういうふうにテストするかというと、スタックを使って、で、Q、なんかその、括弧が入れるときに、スタックに入れます。で、逆の括弧あったときに、スタックから出ます。で、まだ括弧入れあったから、スタック出ます。で、また逆見つけたので、スタック。で、一方、ここがアンバランスですよね。これはアンバランス。これをテストすると、まずここ行って、スタックに入れて、ここ行って、スタックに入れて、これカットして、ここ行って、スタックから出て、で、このスタックがエンピティじゃないから、アンバランスだと分かりました。ですので、なんか、そのスタックをで入れたり出たりするだけで、その加工、エクエーションのバランスをテストすることが可能ですね。で、これはこういうふうなプログラムになります。なんか、いくつ、それぞれのキャラクターを一つずつ読み込んで、で、過去であれば、スタックにパッシュします。で、もし、スタックが、過去ではなく、オープン過去じゃなければ、じゃあ、あと、クローズですので、あと、クローズをして、スタックに何も書かなければ、ブレイク。そうしないと、ポップします。で、最後に、スタックが0であれば、バランスとアンバランスすることが、テストすることができます。じゃあ、もう一つの役に立つな、データ構造が、マップとセットです。これは、その、プログラミングチャレンジの11849CD という問題です。CD という問題が、ジャックとジル、ジャックさんとジルさんが、その CD コレクションを比較しています。この課題が、ジャックとジルが、両方持てる CD はどれですか？いくつですか？ですね。で、インプットがジャックの CD コレクション。これは10の6乗 CD の ID です。で、あとはジルの CD コレクション。これも10の6乗の CD の ID です。で、それぞれの CDID が1から10の9乗の数字となります。では、両方ジャックもジルも持てる CD はいくつですか？これはとても簡単な問題に見えると思うんですけど、ナイーブなソリューションを考えましょう。まずは、ジャックのすべての指示を、ベクトルにパッシュ、パッシュ、パッシュ、パッシュしましょう。これは N ステップがかかります。で、次はそのベクトルをソートします。ソートは N log N ですね。で、次は、ジルの指示、一つずつを歩いて、バイナリ探索で、
ベクタルで n で書きます。ファイナル探索が n 回のログ n ですので n ログ n。ですので、このコストが n プラスログ n プラス n。n プラス n ログ n プラス n ログ n。だけど、n が10の6乗ですので、n プラスログ n がまあ結構大きくなりますので、この問題のタイムリミットでこれが、足りないです。ですので、この n ログ n の部分はもう少し早くしたい。ですね。これはどうやってするかというと、セットですね。セットを使うと、セットのデータ構造が、さっきの見せたバランスドサーチというを使って、そのアイテムが n ログ n じゃなくてもっと早く、n o of 1で、ログ n じゃなくてもっと早く見つけることができます。まあ、そうですね。これはセット、ハッシュは o of 1で。まあ、セットがこういうふうに実装することができます。nm で、set init first で、で、これは、やりながら insert、あと、set に入れて、で、最後は、あと、set から find でやります。で、こういうふうな実装で、すべての資料を見つかることが可能です。で、次は、まあ、それはさ、何を買ってるか使っているというと、まあ、そのバランスドサーチツリーですね。そのサーチツリーが、この日、あと順番でキープしますので、探索が O of H ですね。キーの高さで探索することができます。まあ、バランスサーチツリーがいくつかの実装方法がありますので、まあ、この授業はこれを見ないですが、これ、いや、言いたいのは、まあ、これは自分で実装したくなくて、もちろん、あと次のセッションで実装したいときもあるんですけど、実装が必要ないときだと、まあ、そのライバリーの、あと BS を使うと、あと、まあ、問題が簡単に解くことができます。バグなしで解くことができます。C++ でマップとセットで実装しています。マップっていうオブジェクトがキー・ヴァリューのペアで、セットがキーだけを使います。前はまあセットで見せましたですね。で、マップを使うと、まあ、こんな感じでプログラこんな感じのコードでマップを使います。マップ、ストリング1で、ストリングがキー、キーはストリングになりますし、イントがコンテンツです。まあ、これはどのタイプでも使えますね。int int とか、string string とかでもできます。で、そういうふうになんか、age、ジョンの年は40とか、ビリーの年は39、アンジの年は29。で、あとは、アンジの年はどうなりますかというと、age is find Andy で、なんかそのキーを検索することができます。で、あと、アウトプットすることもできます。で、キーの F から M までの間に探します。F と M の間に J と F と J があります。ですので、マップストリングで、ロアバウンド F とアッパーバウンド M で、F と M で探索することができて、33と、40が出てきます。もっと早い、バランスドツリーよりもっと早いのは、なんかそのハッシュテーブル。ハッシュテーブルがアルゴリスムのデータ構造の授業で見たことあると思いますが、ハッシュテーブルのアイディアがいくつかのハッシュビーンを作って、そのデータはハッシュビーンに入れます。データのサイズよりハッシュビーンが大きければ、インサーションとエクストラクションが、O of 1になります。ただし、そうするとメモリ量がとても大きくなりますので、ハッシュビーンをもう少し、小さくすると、このコリジョン、についてを、があります。ですね。インサーション、ハッシュテーブルが、インサーションとサーチが O of 1で、ですが、すべてのアイテムを見たいですと、これはすごい時間がかかります。ライブラリー、C++ の STD の中で、ハッシュテーブルが Another Map で、実装しています。ですので、ハッシュテーブルを使いたいときだと、STL の Another Map を使いましょう。で、ノードルマップを作るときに、そのハッシュというパラメータがありますので、これはなんかコリジョンがあるときにどうなるか。これはぜひ、マニュアルを見て、ハッシュ、
インサーションとエクステクションはオフィッチで使いたいときだと、ハッシュタグを使ってみましょう。はい。では、これはまあ、その STL にある便利なあとデータ構造の簡単な復習になりました。次のビデオですと、あと STL にないの手で実装しないといけないのデータ構造の2つの例を挙げます。では、また次のビデオでお会いしましょう。